バトンタッチしました。まこしげさんからバトンタッチしました。こんにちは。あ、すごい、なんか反応するらしい。わーい、まこしげさんです。これかな。はい、じゃあ、あ、なんかすごいいいけど顔見えてない。お、皆さんこんばんは、青原若です。じゃあちょっと自己紹介しますね。こんばんは、 NMB4 って待って、始められへん、めっちゃおもろい、やばいやばいやばい、めっちゃおもろい。ちょっと全然自己紹介できないじゃないですか。何これ、配信応援したい。あ、ちょっとなんかできなさそう。わーい、わー、ありがとうございます皆さん。じゃあちょっと自己紹介しますね。改めまして、こんばんは、 NMB48 メンバーリレー配信始まりました。 NMB48 の若たんこと青原若です。NMB48 メンバーリレー配信とは、 NMB48 のメンバーが、個人ライブ配信をリレー形式でつないでいく企画です。配信を見てくださっている皆さんとコミュニケーションを取りながら1時間配信していきたいと思います。はい、皆さんたくさんありがとうございます。なんか寝起きが悪い若田さんやって、どこ情報や。なんかいろいろね、何機能があるみたいで、ちょっと私も全然使いこなせてないんですけど、なんかポークします。こんにちは、はい、なんかすごいね、すごい賑やかですね。はい、やばい、なんか頭すいた。あーい。おもろ、なにこれ、質問、あ、そうだね、質問、そう、 X の方に NMB48 の17でおしゃべりっていうハッシュタグをつけて、皆さん私に質問をしていただけると嬉しいです。おもろい、何これ、すごい、モグラ叩き、ありがとうございます。じゃあちょっと質問を読んでいきながら配信しようかな。あ、そうですね、今日マナミンの生誕祭で、マナミンおめでとう。絶対見てないと思うけど。はい、そうだね。あ、そう、私はね、白組に決まりました。赤白で真夏の紅白祭りっていう、赤組と白組に分かれてライブをするんですけど、私は白組になりました。ちなみにさっき配信されてた坂下真子さんも白組です。一緒です。はい、あと姉妹、青原姉妹って、同期に姉妹の妹がいるんですけど、妹も白組です。そうですね、そう、勝ったらバーベキューができるので、皆さん応援してください。で、採点ルールも公開されてて、ご来場の皆さんがペンライトが、MC 中に皆さんにどっちが良かったかっていうのを聞くんですけど、その時に赤か白どちらかペンライト振っていただいて、そのペンライトの数で、決まるのと、あとは声援の大きさも審査対象になるみたいなので、コールもビッグボイスのコールをお待ちしています。はい、良かったチームにね。これは赤白、そうですね、私は白組なので、ぜひ白のペンライトにしていただけると嬉しいです。かわいいコーラ、あ、すごっ、なんか話したら出たコーラ。あ、どうせ消えた。はい、あとはね、競技もするんですよ。赤白といえば、あの競技も したりするのでね、そちらの方もぜひ注目していただけると、そちらの方の、まあ、競技の、結果でもポイントが入ったりとか、まあ、皆さんちょっといろいろね
いろいろ予想されてますが、それも楽しみにしていてください。あとはオンライン投票もあるので、 X の投票機能を使ったオンライン投票も行われるので、投票タイムにね、ご投票の呼びかけるので、ご来場の皆さんも X をで押してもらう時間があるので、皆さんぜひスマートフォンもお忘れなく、はい、持ってきていただいて X もインストールしてね、お願いしますかな。はい、で投票結果のパーセンテージに応じてポイントが加算されるみたいです。まあ、こういうもろもろが重なって勝敗が決まるみたいなので、まあ、ちなみにね、その買ったらあの裏ナンバちゃんの方でねバーベキューができるみたいなので、もうこれは絶対勝ちたいと思います。まあ、でもなんかこう楽しい対決なんで、こう気がね、そんなみんなファンの方もメンバーも気を楽に戦えるということで、はい、すごい楽しみですね。皆さんなんか気になることありますか？これわかんないよみたいな、セットリストとかまで言えないんですけどそうですね、ちょっとコメント読んでいこうかな。なんか X のこの17のコメントみたい、待って、青原若で検索しようと思ったら青原姉妹で検索してた どうしようかな、ちょっと一番下の方から読む。48真夏の紅白祭り2024白組に決まりましたね。白組勝利への意気込みお願いします。白組勝利への意気込み、そうですね、意気込み、でも私の今のリハーサルやってる中のイメージなんですけど、結構ね、なんやろ、なんか赤組は割とザ・アイドル可愛いって感じで、白組はなんかこうかっこいい曲もありつつ、なんかしっとりって感じなイメージなので、なんかちょっと大人っぽさを出しつつ、ダンスはキレキレに踊ってやったら勝てるんじゃないかなと思ってます。なんかこうダンス、そうですね、師範ゆうみさんもいらっしゃいますし、あのワテラの世にあのもいらっしゃいますし、結構ね、あのおりゃおりゃ何なんて言うんですかそう、ダンスメンバーの方も結構多いので、はい、ちょっとあの私も食らいついていきたいと思いますオラオラ系、まあ、確かにオラオラ系っぽい、確かにユイナさんと同じこと言ってるよ、ほんま？そうですね、そうユイナさんも一緒なんです。 B2 のキャプテン副キャプテン両方ね、白組にいらっしゃいまして、とても心強いですねあ、そう、弥生さんもいるんですよ。そう、可愛い系の方ももちろん、和田美優さんとかも可愛い系だと思うんですけど、でもその中でもこうかっこよさがやっぱりあるなっていう印象なので、ちょっとそこを楽しみに見てもらえたらなと思います。まあ、勝手な個人的ななんかあれなんですけど、あの 赤と白だったら白色の方が好きなんで嬉しかったです勝手に色的にね、色の話なんですけど、これは、はい、そうね、シンシンさんもそう、シンシンさんも白髪なんですよ。そうだから全然ね、可愛い方も、可愛い系の方もたくさんいらっしゃるんですけど、やっぱりでもその中でもこうリハーサルをしてってかっこいい、オラーって感じるのでそう、あ、B2 多い、確かに確かに、ね、楽しみにしていてください、はい、じゃあ次、若田こんばんは、質問、好きな夏祭りの食べ物がアイスクリームの味は何ですか？おお、好きな食べ物ですか？夏祭りの食べ物は
そうだな。でも玉せんは絶対食べるかも。卵せんべい大好き。玉せんは絶対食べるね。チョコバナナも好きです。あと好き、家でも作るぐらいチョコバナナは好きですね。玉せんはやっぱあの祭りで食べるから美味しいんですよね。あれ多分お家で作っても美味しいと思うんですけど、なんであんなに美味しいんやろって考えたら、やっぱお祭りで食べるからやと思って。そう、お祭りで食べるからこそ美味しいランキング第1位だと思います、玉せんは。そう、そうなんですよね。焼きそばとかやっぱソース系も好き、箸巻きとかも好きですね。はい、あ、ベビーカステラも好きだよ。ベビーカステラも食べましたね、今年。ベビーカステラも好きです。かわいい。お、超能力みたいになってる。いや、おりゃ。私、嫌いなもの全然、でもないですね、確かに。嫌いなもの、苦手なもの、そう、全然ないかも。最近ポンコツいじりされてる。え、されてる？ポンコツいじり。ほんま？お、17ライブ、17ライブ、今日初めて来ました。おー、ありがとうございます。嬉しい。ぜひ NMB4 ハッシュタグ NMB48 と17カタカナでおしゃべりで、ぜひホストしていただけると、質問を送ってください。はい、で、じゃあ次。今日公園入って思ったけど、ちーたん、ゆかたんがお姉ちゃんに似てきた気がします。もっと血のつながりを見せてほしいです。ほんまに似てきました、顔ゆか。まあでも、NMB に入る前はマジで顔一緒って友達に言われてるぐらい、あの似てるってずっと言われてて、ここに入ってから似てないよって言われたぐらいなんで、やっぱ基本のなんかベースっていうか雰囲気、顔の雰囲気とか似てるのかなって。あ、目が似てる、確かに。あとなんか写真撮る時の笑った口、なんかこの口が似てるらしい。お、すごい。不思議ね。鼻がね、床めっちゃ高いんですよ。鼻は違う。口角、そう、口角かな。ゆかたんの方が大人っぽい、マジ。確かにゆかが大人っぽくなってきたね、最近思う。ほんまになんか顔ぶれ、顔つき、なんか。ちーたんにリハで亡くなって激怒したエピソードを詳しく。あ、ジャンレディで聞きましたか、なんか話したみたいな言ってた。ゆかがすぐ泣くんですよ。で、みんな優しいから、先輩さんとか同期とかみんな慰めるんですよ、ゆかのことを。でも私はその泣いてばっかりじゃ強くなれないぞと思って、だからあのここはあえて慰めるんじゃなくて、泣くなーって。まあ結構なんか声がでかかったらしくて、なんかゆかが泣き始め、ウェーンって泣き始めたんですよ、曲中に。だから泣くなーって言いました。結構でかかったらしいです、声。恥ずかしすぎる。え、叫んだつもりないねんけど、なんか結構でかかったらしい声。そう、まあでもこんなんね、妹にしか言いませんから。みんな他の子には優しいですよ、私全然。ゆかにだけ鬼なんですよ。そう、あ、 N シップ教えてもらうときはゆかにめっちゃ言われました、怒られましたよ、違うって言って。まあ、お互い様ですね。だからでもゆかはほんまにすぐ泣くんで。そう、あえてここで甘やかしたら強くなれへんなと思って、そう、ここは厳しく言ってます。精神的にね、やっぱ強くならないとと思って。あ、そうなんや、レイさんも、そうですね、城西レイさんもね、姉妹で、ね、加入されてましたもんね。城西圭さん、一期生さん。そっか、やっぱどこの姉妹も一緒なんですね。
やちーたんマジで泣くよ、ほんま何でも泣くよそう、まあ確かに。でも同期で姉妹とさ、あの先輩後輩で姉妹っていうのはまた違うかもいいけどね。同期で姉妹、あ、そうなんや。オーダンさんは優しかったんや。オーダンユイさんとね、オーダンマイさん。チーターはメンタルお豆腐ですよ。お豆腐メンタルですよ。逆に私が鋼すぎるって言われます、あのユカにも。だからお姉ちゃんが鋼すぎんのとか言って泣いてますいつも。ユカが泣くのはなんか自分のできない不甲斐なさに泣いてるらしいですね。なんでできひんねんって自分に怒って泣いてるらしいです。そうね、こんな感じでね、まあ、姉妹で助け合ってやってます。じゃあ次、若田こんばんは。若田はリアル妹がメンバーにいてますが、一人お姉さんにメンバーがなってくれるなら誰になってもらいたいですか。うわ、メンバーお姉さんですか。誰やろう。お姉さんやろ。いやでもそうやな。選べへんな。めっちゃ桜田彩香さんかな。でも彩香さんめっちゃお姉さん。なんか今もね、まあ、今の何関係性的に考えたらめっちゃ彩香さんがお姉ちゃんって感じです。なんか包容力がすごい。なんか彩香さんに大丈夫って言ってもらったら、あの安心します。ゆいなさんはもう推しですねゆいなさんもお姉ちゃんになったらめっちゃ嬉しいですね。いや選べへん。でもそう、お姉ちゃんってなったらね、彩香さんかな。なんかすぐ気にかけてくださるし、めっちゃ何気持ちを汲み取ってくださるそう、なんかゆいなさんは先生なんよねそう、もうなんかお母さんみたいな感じ。いやでもお姉さんめっちゃもうね、他にもそんなん言い出したらもう NMB のメンバーさん全員お姉ちゃんにしたいですよ私のかりんさんは、かりんさんもいいね、最高ですね。お姉ちゃんだったら惚れちゃう。いいですね。なんかもうお姉ちゃん欲しかったんですよね。でもお姉ちゃんがもしいたら多分今の性格とまた全然違った気がする。もっと妹気質やった気がする。じゃあ次、若田に質問。お、なんかすごい幕開いたわおお、あーすごい。次世代ライブで急遽初めて後輩であり先輩でもありますね。このリハ期間に通して仲良くなった8期生さんと気になる10期生教えて。おお、リハ期間に通して仲良くなった8期生さん。でも皆さんめっちゃお話ししたりとか一緒に練習してるのでコミュニケーションもめっちゃ取ってるんですけど、仲良くなった8期生さん。でもそうだな、まこさんかな。8期生さんやったらこの期間で特に仲良くなった。まあでもチームが同じなんで、もともとおしゃべりっていうか、まあ、話したりとかはしてくださってたんですけど、あの特にね
緒にそれこそ白組だったりとかして一緒に練習とかしてくださったりしてそうだね、そう先ほど配信されてたまこさん、確かにこの期間最近特に距離が縮まってたんじゃないかなって思ってます。10期生じゃん、気になる10期生じゃん。選べへんな、みんな可愛いし。誰やろう。でもね、コトッチ、同じ同級生のコトッチは、高橋琴音ちゃんは最近喋りました同級生なんですよ。同級生トークをしましたね。結構いろいろ共通点がね見つかったんですよ。なんで結構話しましたね。そう、いやでもほんまにまだ全然話とかできてなくて、もっとみんなと話したいなって思ってます。きょうかちゃんちっちゃい、めっちゃ可愛い。きょうかちゃんほんまに可愛い。みんな頑張ってますよ、10期生ちゃん。今日もみんな練習してたし偉いね。入ってだってまだ2ヶ月とかじゃない。若たちでもさ入って5ヶ月とかやったからライブ出たの。入って2ヶ月とかでライブってだいぶ大変だと思う。みんな頑張ってるみんなにちょっとポークします。みんな可愛いです、ほんまにいやアミタン、いやほんまにアミタンもアミアヤ可愛いですもん。アミアヤが一番ですからね、もちろんはい、じゃあ次、もっと若田の良さを知りたいです、どうすればいいですか。若田の良さですか。でも何やろ、親近感やと思ってますなんかめちゃくちゃアイドルしてないと思うんですよね私。だからめっちゃ話しやすさはほんまにピカイチやと自分では思ってます。誰とでも仲良くなれると思う。だから握手会とか話したことない、話せないようないって思ってくださってる方でも絶対楽しかったって思ってもらえる握手会にできる自信があります。はい、親しみアイドル、はい、だと私は思ってますね。なんでぜひイベント来てくださいオンラインお話し会はでもね申し込み終わっちゃったんですけど、ぜひ次のシングル出た時には会いに来てください。ほんまに楽しませる自信あるので、もう話止まらないですね。最近彼女感がえぐい、マジ嬉しすぎ。でもなんか9期のみんなも言ってくれる、彼女感すごいって嬉しい。はい、釣られる、はい、釣っちゃいますよ、ね、なんか言っちゃお金のマークついてる。おすごい、わーい、あぜひ来てくださいリーダーしてる若田が好きです。ほんまですか。私全然リーダータイプじゃないんですよどのお金好きですかって、もちろん円です記憶力、そう記憶力めっちゃいいと思う。ほんまにこれも結構負けへんと思ってて、誰にも結構ね一回来てくださった方はかなり覚えてますね。はい、記憶力はいいと思いますよ。なんで本当に会いに来てくださいじゃあ次、若田こんばんは。こんばんは。9期生のキャプテンとして一番誇りに思った瞬間は何ですか。9期生のメンバー全員とやりたいことありますか。キャプテンで一番誇りに思ったこと、まあみんなが思ってくれてるかは分からんけど、なんかこのキャプテンっていうのが今はもう終わったというか、私が B2 に昇格したので、9
9期生の公演自体はまあもう世代交代は千秋楽になったんですけど、その私がいなくなってからあの若のキャプテンめっちゃ、ね、若がおらんくなって寂しいとか、若がキャプテンでよかったってみんなが言ってくれたことが嬉しかったですね。9期生のメンバー全員とやりたいことは、全員とやりたいことで、また組体操したいあとあの運動会したい。そう、最近ね、裏ナンバちゃんで新しい豪快キャプテンさんとバラエティ番組が始まったんですよ、9期生のね。なんでその番組とかでぜひ運動会、何、運動会をテーマにやりたいっていう、なんかよくあるじゃないですか、アイドル番組でも運動対決みたいな、体力測定みたいな、そういうのやってみたいなって思ってますねバンジー絶対やりたくない、私ほんまにバンジーだけはほんと嫌なんですよ組体操、そうチータンとペアでやった時手と足間違えて持ってなんかやばいことになったんですよね。そう、手と足間違えた、懐かしいな。運動会やりたいよね、絶対面白いもん、キュウキみんななかなか個性癖強なんでね、やりたいな。じゃあ次、あ、ちょうど次の質問が、裏ナンバちゃんで9期生バラエティ番組が始まりましたが、マナミンが噛むという衝撃の癖が発覚、まだファンの人には知られていないこのメンバーの変な癖や行動があったら教えてください、自分のことでも。いや、マナミンの噛み癖はほんまやばいですよもうガチで噛んできますか、指とか。愛情表現なんですか分かんないですが噛んできますね。他の癖、なんやろう、ニエンさんに噛まれたいってド M か、いやでもド M の人はマナミンと会うと思いますよ。マナミン噛まれたい側と噛みたい側はね、あのいい感じに会うと思います。癖分からんな。思いつかんな、ちょっと今。愛情表現でもチータン、それこそ私の妹のゆかはすぐに人にひっつき虫したがりますね。なんでめちゃくちゃ心許してる子にはずっとなんかハグしてますね。昨日もほのぴーとゆかと遊んだんですけど、あの 会った瞬間からほのぴーにほーちゃーんって抱きついてました、はい、まあ、そうですね。あとマナミンとよくするのは、あのマナミンと取っ付き合い、何、取っ組み合いっていうんですか、して、あの何、ちょっと技が思いつかへん、あの柔道の足かけて倒すやつ、あれをマナミンとよくしますね。でも私が結構毎回勝つので、はい、やっぱあの2個年上なんでちょっと年上の意地を見せてます。大外刈り、大外刈りっていうんかな、あれ何何、あ、嘘、外、内股、外掛け、なんか、なんか分からん、こう倒すやつやってますね、よくマナミンはね、とりあえず変ですねあのね、じゃあ次読みますね。若田への質問です。今だから言える世代交代前夜公演での失敗談や裏話をぶっちゃけてほしいです。裏話、失敗談なんやろう。あー、でもそれこそあの初日から2回目か3回目ぐらいの時に、あの衣装の下になんかボリュームが出るパニエっていうのを履いてるんですけど、それが踊ってる途中に
全部なんか下がってきて、なんか足なんか膝ぐらいまでなんか落ちてきて踊れなくなって焦りましたね。それは失敗談かも。あ、そうや、帽子もセンターに落としたことあってね。あのクロスで帽子かぶってたんですけど、アウトロの一番いいタイミングで帽子が外れるっていう、でセンターのど真ん中に落ちるっていう、わ懐かしいな、そんなのもありました。そうなんですよね、懐かしいね。みんなの方が覚えてるわ。演出に見えた、マジ。あ、そう、スポットライトがね、そうセンターからもちょうど集まってて面白かった。クロスかっこよかった、嬉しい、またやりたいですね。クロスやっぱ思い入れが強いですね。クロスはじゃあ次、 DD のファンやジュッケに流れそうなファンに言いたいことがあれば言ってください。え？いやー意外と見てますよっていう。怖っ。一番刺さるんじゃない？意外とバレてますよっていう、はい、意外とねこういうのは気づきますから。あの公演中に違うメンバーのペンライトとかつけてたら見てますので。X とかね実は見てたりしますので、そうやったんやって心の中で思ってます。ね、いやうちはひっくり返しもバレてますよ本当に。いやー若が一番であってほしいですよ。いや最近見やんなって思ってたら、あれはるまるちゃんのところおるやんとかたまにありますからね本当。まあでもねメンバーのことを好きになるのは、まあ、いいことですから。いいこと、まあ、NMB から離れなければ私は、まあ、悲しいけど他のアイドルグループの子を好きになるぐらいなら NMB の他の子を好きになってくれる方が嬉しいかな。NMB のことはずっと好きでいてください。わかる、なんか9期のファンの方、9期生箱推しの方結構多いもんね。結構わかる、箱推しになっちゃうよね。まあ私も DD 派なので何も言えません。確かに握手会とかでねあーとかなることはありますね。確かに隣の例にあれあれみたいな、さっきおったような若のところっていうのはまあありますね。まあ気持ちはわかります、はい、みんな可愛いもんねほんま、みんないいから、みんな違ってみんないいからね。じゃあ次、若田に聞きたいけど若田一番やりたい NMB48 の曲は何ですか、理由まで聞きたい。一番やりたい曲、何やろ、一番ってむずいな。何やろ、何やろな、何やろ、ちょっと今ここに CD があるんですけど何したんやろうな。でも結構ねやりたい曲できた気がする。あー投票機能ですね。どうしよう、何がいいかな。でもあれやりたい、妄想ガールフレンド、あの猫ちゃんの衣装めっちゃ可愛い、あれ着てみたい、いつかあれはやってみたいな、いつか。なんか最近見ないよね。あ、ブルーローズやりたい、ブルーローズほんまにやりたい、ブルーローズはね姉妹でやりたいんですよ。
それは確かに夢ですね。でもあの曲もさ、めっちゃ難しい曲やから、なかなか。僕のガールフレンド、ガールフレンド、あれやりたい。は太宰治も読んだか、やりたいね。あの10期生特別公演で10期生ちゃんと違えてて、めっちゃすごかった。じゃあなんかちょっと投票機能をやっていきたいと思うんですけど、投票機能、投票中、何これ、投票、勝手に投票中になってる。投票機能、どうやって消すの、どうやって消すんですか。ライブ配信するなんて、危ないか、あかんあかんか、え、むずいな。え、投票中です。投票結果これかな。あ、え、終了してますけどね。あ、これか。あ、いきますいきます。あ、いけた。え、何にしよっかな。投票、投票、まっこさんさっき旅行に行くなら北海道か沖縄でしたよね。なんやろう、投票内容苦いかな。でもなんか NMB に関することがいいな。うーん、若はよかった。なんやろう、ゆいなさん朝ごはんありかなしか、それ辛いな。え、どうしよう、何がいいかな。何やろうな。あ、じゃあ赤と白どっちが勝つか予想してください。何これ、これオリジナルテーマね、これね。紅白祭りどっちが勝つか予想。5分にしとこう。じゃあ、はい、投票してください皆さん。まあもちろんね、もちろんあれですよね。いや、勝ちたいですね。でも本当に圧で、率直にね、どっちが勝つか予想してください。ぜひ、君と出会って僕は変わって、やったことないです。今流れてる曲、この曲なんか渚さんのイメージが強い。この曲は、君と出会って僕は変わったわね。え、かわいい。
あ、これキュービー2さんか。わー、すごい好きだむしとかかわいいね、本当にもう。わかったはどのらへん、どのくらいから年美容師になったのって。私はあの5期生さんが加入したくらいのタイミングで好きになりましたね。5期生さんの密着を見始めてもうドハマりしてずっと好きでしたね。山本彩香さんが歌番組で僕はいないのセンターをされてたのを見てめっちゃ可愛いって惹かれて、でそこからあのいろいろ調べていったら密着がヒットして密着見てました。トドトド公演はもう何回も応募したんですけど1回も当たんなくて行けなかったんですよ。1回も当たらないってやばくないですか。びっくりだよね、ほんまに。ずっと応募してたんやけど当たらなくて、なんか運がなさすぎて。そう、でもその後の公演、目撃者とか恋愛禁止条例とかあの辺は全部行きました。でもなぜか緊急性公演だけは当たんなくて行けなかったの。そういや密着ってほんまにあかんよね、好きになっちゃうの。だからねほんまに絶対皆さんと絶対一回はすれ違ってると思うよね。劇場めっちゃ行ってたもん。そうほんまに当たらんね、当たらなかった。しかも私その時中学生とかやったから、そう余計に。あ、50回ぐらいしか行ってなかったんや。そうなんや。ね、研究生新聞もらってみたかった。そう、天使の尻尾はやってみたい。天使の尻尾めっちゃ可愛いね。認知は多分されてなかったと思う、誰にも。エネプライド行ったことあるけど 1,2 回とかかな、通ってはないなかったな。何回も一番行った公演は夢は逃げない公演ですね。夢は逃げない公演が一番行った。ほんまにどの時代の NMB も最強ですね。あ、投票すごい接戦、投票の途中見れるのかな。おお、え、ちょっと白組負けてるじゃないですか。皆さん白組に投票してください。ちょっとちょっと。まあ率直なね、自分の意見を投票してください。いや可愛い、いやみかなさん可愛いな、やばいですねこの美貌。よくないですか、可愛すぎ。もし可愛い、あ、止まった。皆さん何の公演が一番好きですか。世代交代が一番いた、嬉しい、ありがとうございます。世代交代もめっちゃいい公演だよね。若もさ、ファンやったら絶対行ってたと思うよ、世代交代。逆にさ、若が今もしファンやった場合、今何をしていたんやろって考えたらめっちゃおもろい。だってあの NMB のそれこそ9期生オーディションのセレクション中も一回多分ね行ったんよね、あのチーム N さんの公演、名前が出てこない、夢中ライブ公演も行ってたんですよ、ギリギリまで。なんで、今はもう絶対 NMB じゃなかったら世代交代とか青春とか行ってたと思いますね。握手会も行ってましたよ。え、一票差？投票終了しました。お、え、白組が勝ってる。一票差で、めっちゃおもろい。やったー、接戦の結果白組が勝利しました、嬉しい。若菜初。みなさんありがとうございます。白組が勝ちますように。ありがとうございます。
わビルビーアイドル公演もめっちゃ好きですね私。かわいい。9期生じゃなかったら同期誰を推してたの。確かにね、私が受かってなかった場合でも、もし妹だけが受かってたらゆか応援してたかもしれへんし、ね、でもほんまに姉妹って一緒に受かったの奇跡だと思うので、一緒に受かってよかった。わいい曲だよねこの曲も、無限大の。いやほんまに1年半前は NMB に受かるなんて思ってもなかったんで、本当人生の意があるか分かんないですね。今頃 NMB じゃなかったら普通の人生を送ってたと思います。ぜひ皆さんこれからも応援し続けてくださいね。やば、メイクアップに似てる。若田の NMB は信じられない。嬉しいね、本当に出会いは奇跡ですね。出会いは奇跡ですねってこんな顔しながら言うのもなんですが、10期生密着も今やってるのでね、ぜひ YouTube で見てみてください。でもほんまに密着見ちゃったらほんまに情が入っちゃうからさ、ちょっと見てほしい気持ちとなんかちょっとね気持ちが複雑な気持ちになりますけど、でもぜひ見てください。ほんま密着は沼ですね。私密着見たらダメなんですよね、好きになっちゃうから。そうですよ、あきら先生の名言も聞きますから9期生密着ね。でもほんまにみんなめっちゃ可愛くなって、確かに追加合格もびっくりしました。10期生密着もね、今毎週金曜日なのかな、やってます、金曜日ですか、やってますから、見てください。12年以上 NMB 推し、すごっ、ありがとうございますそうだね、10期生密着見た後に9期生密着見てください。これナンバラエティ公演の曲ですね。したってしょうがない。我が道を進めばいい。自分が幸せだって思ってるやつの勝ち。え、ナンバラエティ公演見たい。見たいじゃない、出たい。出たいですね、また。ポジティブにやってゆこう。嬉しい。いろんな YouTube を見て最近 NMB に戻ってきました。さやかさんが卒業した以来です。嬉しい、ありがとうございます。誰推しですか圧じゃないですよこれは。ねえ、そうハートの独占権ゆかとまたしたいんですよ圧じゃないよ。私は決まってませんで、ぜひ。
皆さんにライブ情報をお伝えしたいと思います。はい、8月に開催いたします NMB48 サマーライブ2024の情報をおさらいしたいと思います。8月15日木曜日開催の NMB48 真夏の紅白祭り2024では、塩月キャプテン率いる白組と坂田キャプテン率いる赤組の2チームに分かれ対決、個性あふれるユニット対決が見どころとなります。はい、もう本当にもう見飽きない、もうずっと釘付けなユニットたちがたくさんあるので楽しみにしていてください。なんか何の曲やるんかなとか予想とかね、いろいろしたりして、もう本当にワクワキですちなみに言うと、私はもうリハーサルやりながら、もうこれは絶対に皆さんワクやろうなっていうのがもういくつもあるので楽しみにしててください。はい、そして8月16日金曜日、8月17日土曜日夜開催の NMB48 サマーパーティー2024では、チーム NMB2 が揃い踏みで NMB48 の夏を盛り上げます。はい、こちらもね、夏な感じの曲もたくさんあったりして、すごい楽しんでいただけると思うので、こちらの17ライブさんでも、ワンセブンライブさんでも配信予定なので、2日目かな、サマーパーティーは2日目と、ネクストジェネレーションライブはこちらのライブで、あ、この後でもね、ちょっとまた触れます。じゃあとりあえず次行きますね。8月17日土曜日昼公演は NMB48 ネクストジェネレーションライブ2024、8期生9期生メンバーによる次世代ライブを、この春卒業を発表した石田優美さんがプロデュース、この夏加入の10期研究生も出演してくれます。はい、師範が次の次世代を担うメンバーたちに熱い NMB 魂を入魂してくださいます、してくださってます。はい、そして今回の全4公演すべての公演にて10期研究生は前座での出演が決定しています。お見逃しなく、はい、こちらもね楽しみにしていてください。はい、そして各公演チケットピアさんにてご来場チケットプリセールが受付中です。オンライン配信チケットもただいま発売中です。8月15日 NMB48 真夏の紅白祭り2024、8月16日 NMB48 サマーパーティー2024ファーストナイトはオンライン配信チケットを発売しておりますので、 NMB48 オフィシャルホームページをご確認ください。そしてなんといっても8月17日の2公演、8月17日昼公演 NMB48 ネクストジェネレーションライブ2024と、8月17日夜公演 NMB48 サマーパーティー2024セカンドナイトがこのワンセブンライブさんで、無料配信、無料独占ライブ配信することが決定しています。担う読めた人初めて、ほんまそれは嬉しい。ジェネレーションは10期生は全然だけなのって言って、それ以外も出演してくれますのでちょっとね、詳しいことはちょっと言えないんですけど、前座以外にも出演してくれます。なので楽しみにしていてください。ぜひ皆さんこのワンセブンライブさんで見てください。はい、皆さんにね、たくさんの方にライブを楽しんでいただければなと思いますはい、ちょっとね、皆さんにちょっと伝えたいことがたくさんあるんですけれども、この辺でここまでね、ここまでです。お伝えできることはね、はい、皆さんぜひご覧ください。はい、明日の配信は9時から21時からは吉野美咲さんが、22時からは桜田、変わりましたか？あ、すいません、違いました。もうされてました。ごめんなさい。明日20時からは阿部若菜さんが、21時からは美空が、田中美空ちゃんが、22時からはさつき愛花さんが配信してくださいますので、はい、若から若菜さんへ、はい、バトンタッチということでね、今日私がラストなんですけど、皆さんぜひ
明日も17ライブ配信をご覧いただければと思います。すごい一瞬でしたね、1時間一瞬でしたですね。毎日でも配信ね、この配信1時間もみんなやってて、みんなレアですよ、こんなねリレー配信、あっという間ですね皆さんぜひこの後はゆっくりお休みください、はい、投資で見てくださったんですか、ありがとうございます。3時間見てくださったんかな。いやあと3日かコンサート、早っ、やば。いやでも順調にね準備は進んでいるので、うん、ぜひ楽しみにしていてください。まだねチケットも売ってるみたいなので、あの15日、16日、17日予定空いてるよって方はぜひ会いに来てください。 ZEP 大阪ベイサイドであるのでライブがね。皆さんカウントダウン動画見てますか、インスタのリールに投稿されてるリハーサルの映像が載っているので、そちらもぜひご覧くださいそうですね、亀戸籍もあるみたいなのでぜひ私を可愛く撮ってくださいはい、ちょっとね何の曲やるかいろいろ予想してくださいね、まあ、確かになんかこうリハーサルの映像がなんでめちゃくちゃよく見てくださってる方とかやったらこの曲かなとか、まあ、予想できたりとかもすると思うんですけど、まあそういうのとか見ながら考察していただければと思います。ペンライトカラーは黄色と緑です。1番もぜひ持ってきてください。見える、多分本当に全部見えると思うのでライブ会場でも見つけますので絶対うちは大丈夫です、絶対見える。スタンディング席、そうね、うちはどうやろう、でも前回とか出してる方結構いた気がするけどね、出せると思うよね。本当あの水分補給しっかりして熱中症には気をつけてください。NMB48 の国歌って言われてる曲ですね、青春のラップタイムは。皆さんありがとうございました、夜遅くまで見てくださって、うん、ぜひあと3日ですがライブ会場で皆さんに会えたらなと思います皆さんゆっくり寝てくださいね、この後は。これストップ、そうストップウォッチの振りがあるんですよ、ラップタイム。ここストップウォッチの振り、なんか目の前にミカノさんとワカポンさんの生写真がある、かわいい。はい、またねルームスでの配信もまたライブが終わったらたくさんしたいと思うので皆さん待っててくださいごめんね、なかなかできなくて。
はい、じゃあ11時になりましたので、ここで今日は終わりにしたいと思います。ではではでは、皆さんありがとうございました。見てくださってまたね、ありがとう。おやすみなさい。終了していいですか。ありがとうございました。